星野ロミが新たなビジネス漫画村を作ろう、を開始した。2016年に開設され、社会問題となった海賊版漫画サイト漫画村に関わり、フィリピンで拘束された後、懲役3年と約7257万円の罰金追徴金を命じられた星野氏。しかし、彼は仮釈放された後、YouTuber やオンラインプログラミングスクール運営など、新たな活動を開始した。スクール名漫画村を作ろう。星野氏の過去の経験と社会的な認知度を利用した宣伝戦略の一環であり、プログラミング学習を通じて生徒が高度なウェブサイトを構築できるスキルを提供する。星野氏は漫画村事件について海賊版へのリンク提供が主であり、直接的な著作権侵害の意図はなかったと語る。彼は漫画村運営を通じた広告収益に関する組織犯罪処罰法違反の適用は不当であり、再審請求中であることを明かした。星野氏によれば、彼の行為は日本の著作権法に触れないとの認識であったが、法律の強引な解釈によって有罪判決を受けたとし、この点に対する不服を表明している。スクール運営は現在も成功を収めており、月賞約670万円という収入を得ているが、星野氏はかつての漫画村とは異なる合法的なビジネスモデルを追求している。彼は創作者の権利を尊重しつつも、法改正による海賊版サイトの取り締まりが後手に回ったと指摘し、自らの行動を正当化している。また、角川や集英社などからの民事裁判による賠償請求に直面しているが、彼は財政的な負担を背負いつつも、次なるビジネスチャンスを模索している様子を見せている。星野ロミのこの挑戦は、法的な罰則を受けた後も、前向きに新たな道を模索する姿勢を示している。彼の過去の経験と現在の活動は、法的な枠組みとビジネスの可能性という二つの側面から多くの議論を呼び起こすであろう。